調子はどんな感じですか？最近ちょっとあんまり良くないですけどね。車両は、ホンダの Z4 ですよね。 Z4 です。スマートディオ Z4。 マフラーはノリーズの特注です。あ、すごい、ノリーズの特注。ノーマルに比べると速くなりますか？多分回転数が上がるようになったり、パワーは多分出てるとは思うんだけど、ただ体重あるから軽い人乗ると速い。おお、すごいな。これは何ですか、この怪しい。なんかこれはエニグマ。エニグマっていうのはインジェクションで、インジェクションの年長のセッティングと、あとリミッターカット、回転のリミッター、カット、上限のカットで、Z4 用の。 Z4 用がもう今どこの 何も出てなくて、はいはい、たまたまちょっといろいろ話をしててひらめいたって探したら、たまたま出てきたのが、はい、ジャイロ用。それをポン付けで。ポン付け。あ、基本的にジャイロもあの4バルブで、コンピューターとか見たら全部一緒で、じゃあ使えるんじゃないのかなと思って、まあ、一柱になろうと思って。あ、試しに。試しに。したら、まあ問題なく使える。Z4 にはじゃあ、エニグマ、ジャイロ用のエニグマがつく。はあ、で、サスペンションが、これは、これは、何、あ、キタコラが出てる。のやつで、これもちょっと、サスのアッパーがコの字だから、もう専用これ一択しか。あ、 Z4 はこれ一択か。これ一択。そうかそうかそうか。多分カラーとかなんかいろいろ作っていけばつくんだろうけど、ちょっと大変。まあポン付けだと来た子が。タイヤはこれ何を使ってる？ブリヂストン？バトラックスの BT39SS。もう王道の10インチのハイグリップタイヤですね。今回はいつも自分が乗ってる車両の紹介をしたいと思います。車両はホンダのバイト、かなりマニアックな車種です。マフラーがベリアルのマフラーをつけています。タイヤは IRC の MBR をずっとつけてます。端っこ使えてません。全然こっち側なんか残ってます。サスペンションがデイトナのサスペンションをつけてます。で、CDI がこれもデイトナをつけています。シートがこんな感じなんで、ニーグリップとか全然できないんで、かなりコーナーは怖い車両です。もちろんフロントはドラムブレーキの、しかもコンビブレーキっていう、フロントブレーキを握るとリアブレーキも効くブレーキなんで、とても怖いです。フロントフォークもなんかこれさっき見たらほとんど動かないで、リジットみたいなフロントフォークです。これでいつもレースに参加してます。動画もいつもこれに車載カメラをつけて撮ってます。